この講義ではテキストの25から29ページの空間図形のサブノートを解説します、えー、問題を解いてからご覧ください、えー、それではですね、えー、実際にこちら25ページの、えー、この静止角錐についての例題からあ解説をしていきたいと思います、えー、もう図も書いておきましたがあと斜辺ですねこの横の長さあと斜めのところの長さがすべて2であり そして底面にくる正方形こちらの一辺の長さが一であるようなこのような静止角錐というものを考えていきます括弧一番ではこちらの表面積ですね表面積というのは側面そして底面も含めたすべての表面上の面積を足し合わせたものこれが表面積にあたりますそして括弧二番ではこちらの静止角錐の体積を求めなさいという問題になります えでは実際にこちら過去1番からですねえ表面積の方から早速解いていきたいと思うんですがまずあの底面積からあの簡単なので求めてしまいたいと思うんですがえ底面が正方形ですね BCDE のえ面積については。 正方形これすべて1111 11ですからえ縦×横すなわち 1×1 で1ということが最初に分かります。そしてあとはですねえ4枚ある側面のこの二等辺三角形ですね線四角錐すべてここの長さ等しくなりますのでえこちらの面積1枚求めて4倍すればいいですかね えというふうふな形で求めていいいきたいと思いますでは図をですねちょっとこちらに書きたいと思うんですがえ例えばじゃあ1枚でいいので三角形 ABC ですねというのをピックアップしたいと思うんですがここの長さが2ですでここの長さ BC が1ですね。 じゃあどうやってこの三角形の面積を求めるかということなんですが三角形の面積は底辺×高さ ÷2 となりますので A から BC に向かって引いた垂線ですねに対してはいここの直角三角形どうでしょう ここが分分ののといううがままずお分かか。りりになりますでしょうかそうするとここが高さなんですよね。え仮にじゃあここの点を m とでも置きますが am がはい求まればいいとえ三角形の高さが分かります。ということはこの直角三角形 abm に対してここが2ここが1/2ですから。 とということは、えー、三平方の定理を用いれば AM の長さを求めることができるかと思います。では、えー、よろしいでしょうか、えー、と三角形 a b m ですね。で三平方の定理より、えー、2の2乗というのが2分の1の2乗足す +AM の2乗ですね。 あとは計算して AM 二乗を求め、そこから AM の値がわかります。まず AM 二乗については、えっとこちらが4分の15ということから、AM がルートをかぶせて2分のルート15ですかね。はい、というふうに求められるかと思います。すなわち側面。 の、えー、面積、はい、書いておきますが、えー、三角形4枚分ですね。というのが今回側面の面積に当たりますので、えー、こちらを求めていくとまず1枚分の面積というのが今求めた2分のルート15というのを使いまして、えー、まず1枚分の面積。 底辺が1ですね、かける高さが2分のルート15、で、割る2、はい、で、これが1枚分の三角形の面積で、これを、ルート15ですね、はいえー、かける4倍、三角形の面積4枚、えー、三角形4枚分ということになりますので、えー、こちらで計算をしてやって、えー、ルート15ですね。 というふういふに求めることができればあとは底面1と側面ルート15を足してやって表面積 s が 1+ ルート15というふうに求められるかと思います。うん、え続いてですね2番に関しては体積というものを求めるにあたって、えー、そうですね この静止角錐の高さがわかれば、体積を求めることができます。ええー、四角錐静止角錐の体積。まあ、何とかすという図形の体積の求め方なんですが。底面積かける高さ、割る三で求めることができます。で、底面積はすでに1とわかっていますので。あとはどのように高さを求めていくかということですね。では、そちらを考えていきましょう。 今回ですね、えー、静止角錐ということですので高さを求めるにあたりこちらまず下の正方形 EC と BD を、えー、対角線ですね、えー、EC と BD を結んだ直線というものを書いてでこちらの交点というところに着目をした時静止角錐なのでこれ全部対称の形してるんですね。あのー、なので A から下の平面 BCDE に下ろした垂線の足というのは今引きました対角線の交点ですねにぶつかることが性質として言えます。角錐対称のの形なのでえど真ん中に向かかって線が引かれるというふうな性質が成り立つわけなんですね。 えということで今赤点線で引きましたこちらですねというのを求めることができれば長さ求めることができればこれがこの静止角水の高さにあたりますのでえ体積を求めることができます。ではどうするかというところなんですけれどもえ例えばまあ仮にですね今ここをじゃあ O というふうに置きたいと思いますがえどうでしょう 三角形 A B O に着目してみましょうか。はい。これ垂線引っ張ってるので直角三角形なんですね。で、A B が2ということが分かってますから、B O 分かりませんか。その B O が分かれば三角形 A B O で、えー、直角三角形なので三平方の定理を用いて A O の長さを求めることができるかと思うんですね。 で例えばじゃあ BO ここのところいくつなんだろうということを考えたときに三角形 BOC に着目をしてみてください。三角形 BOC こちらこの長さと、えー、そうですねこの長さとこの長さ等しいです。そしてここは正方形の対角線を引っ張ってるわけなのでここ90度なんですね。ちょっと下にその図書きますが。 この図ですね、えー、ちょっと真上から見た図で書きましょうか。はい、o で B で C。わかりますかこう真上から見ると OBC というのがこの形で,でここが1なんですね。で,、えー、でここが90度。ということなので、えー、この直角三角形ですね一つの性質として。対 1> 1対2になるということが言えますから例えば今知りたい OB の長さに関してはここがルート2対1なわけなので1という長さをルート2分の1倍ですね。よろしいでしょうか。という長さをルート2分の1倍すれば OB の長さ 2分の1というのを求めることができるかと思います。えそうするとえこちらはい直角三角形 ABO に対して三平方の定義を用いることができるかと思います。ではやっていきましょう。えはいはい式を立てていきますが2の2乗。 イコールルート二分の一の二乗足す。三円を見てですね。A. O. の二乗。ということから、あ、こちら A. O. 二乗イコール。を求め、また A. O. イコールというふうに推移させていくことはできます。A. O. 二乗イコールを計算すると、こちらが二分の七。で A. O. イコールルートが。つくので。 えー、まあ有理化をしてやるといいですかね。はい。有理化というのは、これ分母分子にルート二をかける計算ですね。えー、分母にそもそもあるルート二と同じルートを分母分子両方にかけることによって、分母からルートを消すことができます。 はい、でこの後の計算をまあやりやすくなりますので、まあ、随時このような有利化というところは行うことをおすすめします、えー。ということでではあと紙面体の今回正四、えー、角水、ね、の体積 V についてなんですが、はいえー、先ほど底面積が、まあ、1というのは求めてありましたので 1× で高さです。 で割る3、はい。というところを計算して6分の14となります、えー、このように求めることができます。なので、まあ、面積であったりとかあ立体図形に対してですねそれから体積というところを求めるにあたって、まあ、どこの部分があ分かっていればいいのか、まあ、例えば今回だったらここの高さであるとかあ,あるいは低面積であるとか。 あ,あそこのところをピンポイントで一個一個ちゃんと求めていければ最後に公式に代入して終わらせることができますそのように考えていきましょうそれでは以上となります、えー、それでは28ページの例題1番こちらの解説をしていきたいと思います今回こちらですね、えー、図が書かれていないんですね、えー、文章である円錐を真横から見たときどの方向から見ても一辺の長さが2の正三角形に見えたと えー、この円錐の側面積 S を求めなさいという問題になっています。まずはあこちらの図がどういうものなのかというところを考えていきましょう。えー、真横から見たら一辺の長さが2の正三角形だったんですね。ということは、まあ、円錐立体的にこう考えていきますと。 まあこれが円錐なわけなんですがこれ真横から見てこの図なんですね。ということはここのまあいわゆる母線ですねえ母の線と書いて母線というふうにえこの円錐の斜めのところの長さあ斜めのところの線のことを母線と言います。でここが2に該当していることがまず分かると思うんですね。横から見て正三角形とということは まあ円錐項底面が円なのに対してこの円の直径が2であるということが分かるわけですね。ということはこちらの長さ半径がまず1である図の段階でここまでの情報をつかむことができるかと思います。えー、ではですね今回この側面積を求めていきたいということなのでまずはこの円錐を展開して。 展開図ですね、えー、というのを書いていきたいと思いますはい。えー、円錐を展開すると展開図が側面が扇形になっていてそして底面は円ですねという形になっています で、えー、またですねこの2とか1という長さというのがどこに該当しているのかというところを見ていきたいと思いますがこれを切り開いて展開しているのでこの扇形ですね側面の扇形にあたる半径の部分が2ということが分かります。そしててこれはは底面のの円になってますすでで半径は1ですよね で、えー、今回の問題に関してはこちらの側面の面積を求めなさいということですから底面面関係なないいいいですすねここちらのの扇形の面積だけを求めればいいということうになります何が分かればいいかなというふうに考えた時に、えー、こちら母線2ということから扇形の半径2が分かりますから半径2ということは分かっていますからあとはここの。 中心角ですねシーターの大きさが分かれば扇形の面積が分かりますではあーシーターどのようにしてこれ求めましょうかあ今回ですね、まあ、一般的なやり方ということになるんですが、えー、こちらの扇形の,こ,の長さです、ねはい、ここからここまでのこの長さとそして底面に当たる 円円の円周の周長さここに着目することによって θ ーーの値を確定させていくことができます。今赤でなぞったこちらとそしてこの円周の長さ元々一致ししているのかかりますでしょうかこれ展開してこの図なのでちょうどこれまた円錐を復元した時ちょうどここの部分が円周をぐるっと囲む形になりますよね。 えそれを利用してですねシーターに関する式を立て、えー、それを解くことによって各シーターの大きさというのを求めたいと思います。はい、ではまずですね、えー、こちら円半径1の円の円周の長さなんですが直径が2ですから円周の長さは、えー、直径×円周率 π ですね。 ここれこっちです、はい、でそれに対してこちらの扇形の弧の長さに対してなん関してなんですがこちらはまず扇形の直径ですねあの半径2ですからこの円の直径が4になります。かける円周率 π というのを計算したらこのお、まあ、扇形が一部分的なものになってますが。 これが一部分となっているその円ですねの円周の長さをで求めることができます。それに対して1周360度ある中のシーター分の角度というものをかけることによってまあいわゆるこう扇形の弧の長さの求め方という公式にもなってくるんですがえ今回こちらの長さを求めることができるわけです。 ここちらがこれですねということはあ今回これですねまず両方に π がありますのでまあ消してしまうことができると思うんですね π を約分してであとまあ2と4があるのでこれも両辺2で割ってしまえば、まあ、このような形になりますかね。ちょっと書きますと1イコールこれイコールですよねイコールですから。 一イコール二かける三百六十度分のシーター。えー、そうですね。同時に二かける三百六十度分のシーターというのは。これ二と三百六十度のところを。一と百八十度と。さらに約分もできますから。結果これ一イコール一かける百八十度分のシーターですね。はい、ということがわかります。より。 シーターが180度であるということがわかるんですね。で、えー、で今回ですね、これお分かりになりますでしょうか。最初のこの図を見た段階で、ここ実は180度ということは一直線状なんで一直線なんですよね。えー、ということは別にまあ分からなくてもいいということの一つの例になるかと思います。 えー、まあそもそもこう求めてみないことには実際ここは何度だったということは分からないので結果実は実は今回図が、まあ、正確に書くと C 対イコール1 8 0度と出たのではい展開図が実はこういう形だったというのが後から分かるわけです。はい、で、えー、面積を求める行為に関しては全く支障はございませんので。 そのまま計算して最終的に側面積を求めていければと思います。ではあの求めますがよって側面積 S については最後この扇形ですねの面積なので半径×半径×円周率 π に対して 360° 度分の今 θ イコールですね 180° 度と求めましたので。 360度分の180度、えー、こちら計算してやれば 2π というふうに求めることができます。はい、えー、このようにですね、あの円錐の側面積、えー、という問題に関してですね、えー、は、まあ側面に限らず、また、あ、例えば表面積という表現を取られることもありますが、基本的にはこのように展開図を書いて、えー、ここの角度に 基本的には着目していくことになるはずなので、まあこのような考え方でえ乗り切っていただけたらと思います。はい、それでは以上です。それでは二十八ページの例題二番についてえ解説をしていきます。今度はあず次の図のようなあ一辺の長さ三センチメートルの立方体に対して、頂点 A から頂点 P に向かってこちらからこちらに向かってですね。 え辺 BF とそれから CG を通過するように紐をかけますと赤い線ですね。こう紐をかけるんですが、その紐の長さが最短となる時の長さを求めなさいという問題になります。この手の問題も有名問題としてよく出題されることがございますが、基本的なまあこう一つの 一本のこう必ずそれでできるというまあ、解法がありまして、えー、展開図を書いてください、えー、とですねこれをこのまんま考えても立体のまんまこうそうですね脳内で考えるというのはかなりまあ困難なことになりますので展開図を描いてしまえばもうこれは一発なんですねでしかもですね一応こうテキストの方では分かりやすいように 完全なあこの、えー、立方体のです、ね、展開図というのを書かせていただいたんですが、えー、実はですねけけ、えー、ABFE というあの向こう側のこう正方形ですねそれからこっちサイドの BFGC という正方形そして右側の CDHG というこの 三枚ですね。一、二、三枚の正方形。実はこの紐というのは今の三枚の正方形にしかかかっていないことがわかると思うんですね。ということは他のところの面のデータというところは基本的にはすべて不要となります。なのでこれを展開まあしたときのですね、その三枚をこちらにイメージとして書きますが。 えこうですね、<えー S 1> ちょっと該頭アルファベットを記入していきますが、一応ちょっと分かりやすく、色を塗りますね、手前のこの正方形がここの部分です。でこう こうう開いいてるわけでですすねか、はい、かりますでしょうかだから実際にはあのテキストの図のところではここのところとあと下のところにもこう正方形が完全なる展開図として書かれているかと思います。で今回ですねあのこちら A から点 P があとここですね GH 上の HP が1となるような、はい、ここ。 に取られていてで A から P に向けて紐をかけた時最短の距離となるような長さを求めなさい。ということなのでえ線の最短距離って何でしょう基本的には直線のことですよね。一直線上になる時え今回これ S と T というふうに経由点が取られておりますが。 この S と T と A と P が一直線上になる時が紐の距離が最短になる時にななるりますで、えー、正方形の一辺の長さが3である。ということも考えていくと、えー、こちらが3ここも33そして pH が1ということはここが2ということになりますから。 え今回ですね、えー、とこちらの長さについては、はい、この直角三角形 AEP においてどうでしょう3とそして 3+3+2 でこれ8ですね長さ分かってますなので3平方の定理を用いれば AP の長さが求められることが分かるかと思います では、えー、三角形 AEP について三平方の定理から AP の二乗というのがのの二乗8の二乗乗すですねで、えー、これを計算すると73ということなので従って AP の長さはルート 73cm と分かります。 えー繰り返しになりますが、えー、このような紐をかけた最短距離という問題このキーワードの問題に関してはぜひ展開図しかもその紐がかかっている部分のみを書けばあ時間の短縮にもつながりますのでそのような形のえ解決策というところをしっかりと押さえておきましょう。それでは以上となります